それぞれ違う良さがあって、これはなかなか面白いと思います。皆さんこんにちは、ジェイソールゴールだ。今回はこちらレゴドリームズクロコダイルビークルの続きになります。前回の動画でこちらのクロコダイルカーを組み立てました。今回の動画はこちらのオフロードカーに組み替えたいと思います。クロコダイルカーの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではオフロードカーに組み替えます。前回組み立てたクロコダイルカーから見た目が完全にモンスタートラックのオフロードカーが完成しました。ちなみにこれを組み立てるのにかかった時間は15分ぐらいで完成しました。まずこちらのローガンのボートを見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ボートのベースは前回のクロコダイルの下顎になっております。このボートは少ないパーツでよく作られてると思います。ちなみにローガンを取り外した状態はこのようになっていて、ピン穴がこれしかないので普通のミニフィグを乗せることはできません。本当にローガンみたいなこういうサイズのミニフィグ専用ですね。はい、続いてはこちらのオフロードカーを見ましょう。これ先ほども言ったんですけど、これオフロードカーじゃなくてもうモンスタートラックみたいな感じでめちゃくちゃかっこいいです。まあ簡単に言えば前回組み立てたクロコダイルがオフロードカーに格納されたみたいな感じになっております。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。このモンスタートラックはベースのオフロードカーはあんまりいじらずにパーツを付け加えただけになっております。正面から見るとこのようになっていて、この泥除け部分がまんまワニの下顎になっていて、グリルの部分が上顎になっております。でクロコダイルでは鼻だったところがエンジンになっております。でこの部分にクロコダイルの目のプリントパーツがあります。そして前足だった部分が排気口みたいな造形になっております。後ろ側はこのようになっていて、クロコダイルではこの部分が後ろ足だったんですけど、このオフロードカーではバーニア部分になっております。クロコダイルで尻尾だったところがエンジンのエフェクトになっております。でテールランプ部分はこのようになっていて、そらここはテールランプなんですけど、なんかテールランプというよりかはなんかもう一つのバーニアみたいになっております。ウィング部分はこのようになっていて、ウィング部分にもパーツが追加されました。タイヤがありますのでこのように転がし走行で遊ぶことができて、でさらに下顎と上顎がヒンジでこのように動きます。ちなみに下顎はパーツ一つでこのように動くんですけど、上顎は二つに分割されていてこのように稼働することができます。そして前の排気口部分もこのように動かすことができます。上までは動くんですけど、これ目いっぱい下に下げるとタイヤに当たってしまうので基本的に上稼働のみです。続いて後ろのエンジンなんですけど、このように動かすことができて、まあこれもちょっとタイヤに当たってしまうのでタイヤに当たらないぐらいに稼働させることができます。であとはクロコダイルカーで使われていたシューターギミックも使えますので、このように弾を入れて発射させることが発射させることができます。であとは爪が近似でこのように動いて、でこの部分を少しだけなんですけど動かせることができます。はい、ローガンのボートとナイトハンターのバイクと並べるとこんな感じです。あ、ちなみに今回のセットはこのナイトハンターのバイクは一切組み替えがなくて、一番のメインはオフロードカーになっております。前回組み立てたクロコダイルカーがめちゃくちゃかっこよかったんですけど、このモンスタートラックのようなオフロードカーもめちゃくちゃかっこいいです。これはクロコダイルカーもオフロードカーにもそれぞれ違う良さがあって、これはなかなか面白いと思います。はい、レゴドリームズクロコダイルカーのオフロードカーはこんな感じです。はい、ということでレゴドリームズクロコダイルカーをオフロードカーに組み替えてレビューしてみました。まずこちらのオフロードカーは前回組み立てたクロコダイルカーの手足と尻尾がオフロードカーに収納されているので、なんか見た目がモンスタートラックみたいな感じでめちゃくちゃかっこいいと思いました。前回作ったクロコダイルカーにない良さがありましたので、これもなかなか面白いと思いました。最後になるんですけど、今回作ったオフロードカーと前回作ったクロコダイルカーで僕が好きなのは最初に作れるクロコダイルです。やっぱり見た目のインパクトもそうなんですけど、大きさとか迫力は間違いなく最初に作ったクロコダイルカーの方が迫力がありますので、僕はクロコダイルカーが好きです。であとクロコダイルカーもそうなんですけど、このナイトハンターのバイクもめちゃくちゃかっこよかったので、これは本当に買ってよかったセットだなって思いました。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。